皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりオウムちゃんです。パソコンデスクが手狭だと思わない？すごく狭いよね。もう少し広いスペースが欲しいぜ。どうにかして広くできないかな。できるわけないだろ、部屋が狭いんだぜ。モニターが邪魔だよね。モニターが宙に浮いてくれればもっと広くなるよね。モニターが宙に浮くわけないだろ。お絵かきするスペースくらいは欲しいよね。ヤフオクで商品を発送するときに住所書いたりするスペースが欲しいよ。いつもはキーボードをどかしているんだよ。紙に何か書くときはキーボードを奥に押し込みたいよね。モニターが邪魔だから仕方ないだろ。このモニターどうにかならないかな。何か書くときに毎回キーボードをどかすのも面倒が臭いよね。そうだね、やっぱりモニターが邪魔なんだよね。この落書きは何なんだ？ロングヘアーの美人な女性のつもりなんだけど。これを使えばモニターが宙に浮いてくれることない？これは便利だよ、使ってみようよ。というわけでモニターアームが届いたぜ。これでモニターが宙に浮いてくれるね。デスクが広くなるよね。デュアルモニターアームだからモニター2台にできるんだぜ。何やらごついものがたくさん入っているね。これがアームか。組み立てるのが難しそうだね。箱の中身を全部取り出したよ。難しいから説明書を見るよ。パーツの一つ一つがすごくずっしりと重たいよ。全部袋から出していくぜ。モニターは1台しかないのにどうしてデュアルを買ったの？これは PR するためにタダでもらったものなんだよ。値段が高いやつをいただいたってわけだぜ。机に傷がつくからマットを敷くよ。すでに傷だらけだけどね。マットを敷かないと机がガリガリになっちゃうぜ。パーツの一つ一つがすごくごついもんね。先に敷いておけばよかったね。パーツを組み立てていくよ。このモニターアームはガス圧式なんだぜ。ガスが入っているなんてちょっと怖いね。ガスコンロのガスとは違うんじゃない？よくわからんけど。ところでこのモニターアームはデカすぎやしないか。このパソコンデスクには大きすぎるかもね。このパソコンデスクにモニター2台は無理だしね。しかしデュアルアームをもらっちゃったんだからモニター1台ってのは失礼だろ。そうだよね。アームを一つ遊ばせておくのは PR にはならないよね。何かいい方法はないかな。欲をかくからこうなるんだ。何かいい方法を考えないとね。とりあえずアームは2つつけるよ。アーム1つだけで使うのは気が引けるもんな。ガス圧式ってどんなメリットがあるの？スプリング式と比べて動かすのが楽だってことだ。椅子にも高さ調整でガス圧が使われているものがあるんだよ。座ったままレバーを操作するとスーッと椅子が下がる。下がる時にドスンとならないのがガス式ってことだね。このアームもガスが使われているからドスンと起きてこないよ。つまり現代はガス圧式が主流ってわけだぜ。完成したね。これで取り付けられるぜ。やっぱり大きすぎるよね。こんなに大きいアームをどうやってつけるの？強引につけるしかないだろ。PR 用にタダでもらっちゃったんだもんね。今さらできませんというのはプライドが許さんからな。アームにモニターをつけるよ。小さいモニターを2つ用意するという手もあるんだが。使い道がないもんね。買ってすぐにハードオフに捨てるなんてもったいないもんね。しかしこれは取り付けにくいぜ。アームが重たいからかなり取り付けにくいよ。一人で組み立てるのはちょっと難しいね。二人で作業した方がいいよね。一人がアームを支えておいて、もう一人がドライバーでネジを締める。アームを落としたりする危険もあるよね。作業は二人で行うのを推奨するよ。ところでこの狭いスペースにはモニター1台しかつかないけど、もう一つのアームは何に使うの？どうしよう。マリサなんかいいアイディアはない？そんなこと私に振るなよ。でもせっかく提供してくださった企業さんに申し訳ないよね。こんなことならシングルを頼んでおけばよかったね。今さらそんなことを言っても仕方ないだろ。もうここまでやっちゃったもんね。寸法くらい調べておけばよかったね。
自分の環境に適合するかどうか調べるのは基本中の基本だぞ。これは失敗だったかな？ 100% 失敗だったよね。おいおい、弱音を吐くな。何かいい方法はあるの？いい方法があるんだったら早く教えてよ。うまくいくかはわからんが考えはある。それはどんな考え？まだうまくいくと決まったわけではないから言えないぜ。ケチー。ネジを締めたよ。モニターが宙に浮いてるね。これでモニターの下にスペースが生まれたね。キーボードをモニターの下に格納することができるよ。狭い日本にはこのスペースが大切なんだ。たったこれだけでも随分とデスクが広くなったよね。でもデュアルアームなのにもう一つモニターをつけるスペースがないよ。このアームに絶対にモニターをつけないといけないなんてルールはない。何か別のものをつけるの？とりあえずモニターをつける金具を外すぜ。金具を外したらつけられなくなっちゃうよ。この金具が邪魔だから外すんだ。マリサは一体何を考えているのかな？ちょっと意味不明だよね。見ていればわかる。金具を外したよ。こんなのに何が作っていうの？場所がないんだ。モニターは諦めるしかないだろ。クランプ？クランプなんてつけてどうするの？取り付けるのはこれだ。モニターアームに時計？クランプは時計をかけるためにつけたんだね。時計だってかける場所がなかったからデスクに立てかけてあったじゃないか。でもなんだかかっこいいね。今まで立てかけてあった時計がちゃんとかけ時計になったもんね。モニターとかけ時計のコラボ、これこそ最大の PR だと思うぜ。これなら全然恥じることなく PR できるよね。これは傑作だよね。しかし本当はデュアルモニターとして使うアームなんだ。本当のデュアルというものを見せてやるぜ。モニターを外しちゃうの？デュアルモニターはもう諦めたんだ。時計とモニターじゃダメなの？時計とモニターではデュアルとは言わないだろ。そんなこだわることないと思うんだけど。さっきの時計とモニターはかっこよかったよ。これからもっとかっこよくしてやるぜ。どうなるのかな？マリサの考えてることはよくわからないね。右側の金具も外すぜ。一体何をつける気なのかな？金具を外しちゃったらモニターは取り付けられないよね。モニターを取り付けるんじゃない。じゃあ何を取り付けるの？さっきも言ったがこれはデュアルだ。モニターと時計ではデュアルとは言わない。まだ言ってる。ちょっとこだわりすぎてない？これは PR 動画だ。絶対にデュアルにしてみせるぜ。こっちにもクランプをつけるの？当たり前だ。クランプがないとデュアルにならないだろう。マリサ頭おかしくなったんじゃない？どこかで頭打ったのかな？頭打ったら帽子がへこんでいるよ。頭なんて打つわけないだろ。デュアルってもしかして時計に決まってるだろ。時計なんて二つもいらないよ。これはデュアルアームなんだぜ。デュアルモニターアームだよね。モニターアームにモニターをつけなくてどうするの？デュアルモニターアームなのにモニターを二つつけられないのは屈辱以外の何物でもない。それで時計を二つつけたんだね。そういうことだ。これが本当のデュアルっていうもんなんだ。デュアルモニターじゃなくてデュアル時計だね。この商品本来の使い方ではないけど。デュアルになったよね。時計が狂ってるね。後で合わせればいいさ。一時はどうなるかと思ったけど。なんとかこの商品の PR ができたね。やっぱりデュアルアームはデュアルにならないと意味がない。この商品のリンクは概要欄に貼っておきましたので。気に入った方はクリックしてみてください。購入前にご注意いただきたい点が一つあります。自分のパソコンデスクの寸法と、商品の寸法を必ずお調べください。ちゃんと調べずに購入するとこのようなことになります。この使い方はこの商品本来の使い方ではありません。視聴者の皆さんにはモニターを2つ取り付けることをおすすめします。時計を2つ取り付けても役には立たないと思います。時計は一つあれば十分だからです。というわけで、今回はデュアルガス圧式モニターアームのご紹介でした。それではご視聴。
ました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。